何もしかしてびっくりした、動けるんかと思ったら動けんよね。イエスター、あ骨になった、いやずっと骨やけど、ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あーそっか、この骸骨か、でっかいやつ、これを追いかけて止めんといかんのやっけ。あれこれ何をすればよかったんやっけ。ああれか、なんかどれや、時のオカリナ、時のオカリナでどうするんやっけ。なんか起こさんといかんのよね。え何が起きるんやった。ちょっと待って、目覚めのソナタみたいなのやったっけ、そんなんあったっけ。あこれか、え目覚めのソナタで合っとる。とりあえず吹くか。上、左、A、右、A。はい。これで目覚める?うお、起きた、起きた。で、なんか逃げていって、間になんか、ねえ、モンスターが出てくるけん。ちょ、途中で、ミス。途中で、あいつを止めんといかんのよね。あ、やった、当たったやん。通して。うわー、絶対無理。もう無理。あ、ハートかい。ねえ、ちょっと待って。あ、もう絶対無理やけん。はーい、ロードしまーす。いけい。いいでしょう。この骸骨が出てくる直前の、あら位置とタイミング。ああ、ダメだ。ここで一回足止めできたらよかったんかな。いやでも結構、あーダメだな。これ、あ、どうだ。おっしゃいけるんじゃねこれ。どうやいけるんじゃねこれ。もうなんか攻撃モードに入ったもんこいつ。いいぞいいぞ。もうだってうい戦闘突入ってことやもんねこれ。いいよいいよ、いけるよ。ゴロンやし今。うーびっくり。何発ぐらいでいけるかな。画面ごっちゃごちゃやけど。だって私妖精のとこにも行っとるけんさ、体力だいぶあるし。お待て、私の負けだ、武器をしまわれよ。丁寧な話し方ですね。やったよ、やっとだよ。私は丘の上のイカアナ王国で、イカアナ軍を指揮していた、スタルキータと申す者。そんな名前あったか。王国で起きた戦いに敗れ、屍となってからも、我が魂を呼び起こしてくれる者が訪れるのを、ここで待ち続けていた。待ち続けていた?マジで?めっちゃ背中向けて逃げていきよったけどね。待ち構えろよ、じゃあ。私を呼び起こし、見事打ち倒した若き剣士よ。そなたの力を見込んで頼みがある。ほう。なんでしょう?燃え盛る炎の中にある我が魂を手にし、死してなお、私への忠誠を貫き通す我が部下たちに、私の言葉を伝えてほしい。ほう。もう戦いは終わったのだと。これで、私は安らかな眠りにつくことができる。だいぶ私は、もうすでに手が疲れたよ。隊長殿、しばらく休暇をいただいてもよろしいでしょうか。いいよ、お眠り。めっちゃ見つめ合いよる。
何もしかしてびっくりした、動けるんかと思ったら動けんよね。イエスター、あ、骨になった。いや、ずっと骨やけど。バラバラになった。なんか悲しい。さあ、これで、あれか。渡ればいいんすかね。間違えた。違う。フックショットがしたかったんやけど、フックショット、なかったわ。はい。で、この中に魂が入ってんの？隊長の帽子を手に入れた。数百の部下たちの亡霊が忠誠を誓う隊長の証。C で被ってみよう。うわ、全然被りたくねえ。これは要は、お面とかと同じってこと？へぇ。まあ、これだけ、あれなんやね。表記が、お面とか、面とかじゃなくて、帽子なんやね。浮気も、顔まで。じゃあ、お面でいいやん。うわ、長期もいいんやけど。めっちゃ出っ歯だな。あれか、これで、もしかしてこれで、骸骨の敵が、寄ってこなくなるとか、そういう、ことかな。違う？どこに行けばいいんですっけ？ここ、断平さんのとこか。ちょっと待って。我が魂を目覚めさせる者、我と戦い、燃え盛る炎を消したもん。この先に進めばいいんかな？それか、こっち？いや、でもこっちって別に何もおらんか。断平さんぐらいしかおらんか。これで話しかけたらどうなるんかな。あれ？もしかして。話せんのかと思った。出た。まだ夜になってないのに、どうしてだ。うわ、めっちゃ逃げてった。もしやパニックに落ち、もしかして家に帰る？猛スピードなんやけど。そんなスピードで？ああ、入ってった。入ってった。鍵閉めたよね。鍵がかかってるからきっといない。いるよ、今入ってくとこ見たもん。し、イルスを使いやがった。もうこの先進んでったらいいんかな。でもこの先ってあれか。普通に、あの下か。あれ？じゃあもうこの先なんもないやん。ねえ、さっきここから落ちてきたんよね。え？じゃあなんだい？何をすればいいんだい？あれよね、部下たちに、もう戦わなくていい。戦いは終わったと伝えてくれみたいなの言ったよね。部下たちって、あれか？夜にならんと出てこんねやねん。そういうことやねん。天使の涙、いざなうメロディー、ここに眠る。この墓のメッセージはなんか関係あるんかな？うわー、なんか急に現れた、いっぱい。すごい！懸垂しよる。なんかめっちゃ楽しそう。やっぱこの姿やけん攻撃を仕掛けてこんっていうことなんかな。焚き火中ですか？話せますか？あ、喋る。あん？うわ、隊長殿、失礼しました。本当に私が隊長だったら殺されてるんじゃないか、その態度は。あん？同じ反応？さっきこの子やったよね。なんか喋れるようになった途端めっちゃこの子とか言っちゃって。分隊長はあちらの墓の前にいらっしゃいます。分隊長どれどれや。懸垂しよるやつではない。あん
みんなめちゃくちゃ生意気な感じやん。どれ分隊長ん。ああ隊長殿、失礼しました。皆の者隊長に敬礼。お久しぶりです隊長殿。隊長の命令通り墓はしっかり守っておりました。みんな隊長殿の次の命令を心待ちにしておりますぞ。どういたしましょう。墓を守れ、墓を暴け。暴けってなんだ。墓を守れ、守れ。作戦続行ですね。あ、違う、もう戦いは終わったって言ったもんね。今までの命令じゃないってことや。え、じゃあ暴け。別に暴かなくてもいいと思うんやけどな。守らなくていいだけで。イエサー、これが分隊長なんかな。他のは。隊長殿、次の命令ですか。どういたしましょう。もう一匹にも話したいな。分隊長もしかして3匹おるんかな。同じ内容やった。じゃあ墓を暴け。あ、暴け。イエッソー、皆の者我に続け。うわー、めっちゃ壊される。おーっと、なに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 、なんか入ってったんだけど。え、なんかこの3匹だけはめっちゃなんか平和に過ごしよるけどね。え、墓暴かれたよね。え、墓暴かれたって。どっか行ったね。どこに続いとんやろこれ。え、お墓の、お墓の下こんな状態なの。みんなどこ行った。あ、これ下は地面なんかな。よくわからない。ういー、逃げてったのか。いや違うな、向かってきてんな。いや多いって、数多いって、うざいって。もしかしてこれ際限なく現れる系。あ、ここあれ、え、いや違うか、多分こいつらをやっつけたら扉が開くんかな。え、これヘリオル、ちゃんと、いやヘリオンか。え、ヘリオンかな、わからん。変わらんような気もするし、減り寄るような気もする。減り寄るな。あと一匹？あと一匹っぽい。あれ？扉が開くわけではないの？宝箱？扉は？ちょっと待って。なんもなかった。鍵かな？いや、鍵はかかってないな。紫のルピーを手に入れた。50ルピーだ。顔がにやける。じゃなくて、上になんかある？いや、何もないよ。あ、火つけるんかな？もしかして。ちょっと待って。これで、火を。デクの棒とか持ってないよね。くそくそ、早くせんと消えるかな。パチパチ言ってんな。ついてないな。え、てか一番最初のやっぱ消えとるよね。うわ消えてる。時にね、デクの棒が欲しいよね。は、開いた。よしよし。だいぶ魔力消費したけど。